まあ、三者監督もこう非常にこう育成を重んじるというか、はい、あの若手を抜擢するとかっていうイメージの監督じゃないですか、はい、実際あの一緒にやられてどんな監督ですか。選手から見た監督って自分を試合に出してくれる監督が一番いい監督だと思うんですけど、の選手も、まあ、それ以外にもでもあのなんかこう自分のことを本当に思って怒ってくれるっていうか、そういう監督だなと思うんで、そのミシャの言うことを素直に受け入れたいっていうふうに思いますよね、うん、厳しい優しいで言うとどっち。優しいじゃないですか。あ、グラウンド上では厳しい面もありますけど、プレーに対して言うのであって、僕がミスした時に進藤涼介という人間に対して言うんじゃなくて、プレーに対して言うんで、やっぱりそこは、あ、今のちょっとそうだなって納得できる部分がすごいあるんですよ。そこはやっぱ成長するためにこう意見、人の意見を聞く意見と捨てる意見をこのなんていうんですかね、見極める能力ってすごい大事だと思うんですけど、ミシャノはもう全部をこう取り入れたくなるような、たまに無茶言ってくるんですけどそれも無茶みたいな、それもあ、オッケーオッケーっつって全然違うことやったりはしますけど求めてることが分かりやすいんで、こう積極的にプレーしろとか、ボールをこう慌てずにつなげとか、イメージしてることはすごい伝わるので、それを体現しようっていう気持ちにはなりますね。ミシャ監督の指導ってポジティブシンキングがすごいっていう話も聞くんですけど、そういったところを感じますか。なんかこう自分が急に上手くなったんじゃないかっていう錯覚を起こさせてくれるんで、まあ、根拠のない自信も大事だと思うんですよね。だからそれをやっぱ試合でこうミーティングでも、お前たち一番 J リーグ18チームで一番いいサッカーするチームだから行ってこい、もう失うものなんもないだろっていうことを毎回言ってくれるんで、やっぱり自信を持って試合に臨めてますね。ポジティブさって、じゃあ今年のこのコンサドーレの快進撃とあのメディアも言ってますけど、今もう欠かせないものですね。じゃあね、そうですね、メンタリティの部分は、まあ、勝者のメンタリティって言いますけど、そういう部分は植え付けられたのかなと思います。やっぱりそういう自信が先行しても別にいいと思うんで、自信がなさそうにプレーしてると相手にもちょっとそれが伝わっちゃうこともあると思うんで、それをやっぱ、自信持ってやるのは大事だなっていうのは痛感しましたね。奪ったボールをよくすぐ前につけなさい、あのパスしなさいっていうのはよく言ってるんですけど、それをなんかこう奪うボールをワンタッチでパスしてしたりすると、それはもし通らなくてもブラボーを言ってくれるんで、実際多分今年そういう取ったボールをすぐに前にっていうシーンが僕個人として増えたなっていう、そこは成長感じる部分なので、そういうやっぱ練習からそういう意識でやってると、実際成長してるなっていうのは思いますね。なんかあれですよね、ブラボー狙いとかも。ブラボー狙いです。ブラボー狙い全てブラボー狙い、ブラボー狙いで言ってますか、やっぱり。そうか、確かにあの厳しさとこうその中であれブラボーが出てたら気持ちいいだろうなっていうのは見てても確かに思いますもんね。いや、まあそりゃそうだよね。あ、全然関係ないんですけど、今シーズン進藤選手ってフリーキックってシュートってやめました。もうやめましたなし、なし、もうなし、あ、なしというかたまたまなかったというかまあでも福森選手がね、やっぱ絶対的にキッカーいるんで、僕もやっぱセットプレーで点取ってたこともあり、中に入ることがやっぱ多かったですね。進藤選手があのフリーキックボール持ってあのポジションつくの好きだったんでちょっと寂しいなと思って。僕も高校時代は結構決めてたんですよ、代表とかでも。それをなんか見せたいと思ってたんですけど、なかなかうまくいかないですね。あまりこううまく水物なんで入るときは入るんですけどでも福森選手一応やっぱり左だから右としていて、いている瞬間があってもいいのかなって思いながらこう試合見てるときも結構あるんですけど、やっぱりもうな、もう基本やっぱり中かっていう、特に角度がついたら中に行きます、クロスだったら中にいてほしいですよね、ある程度は。これどうなんですか、でも監督があの全部福森が蹴れとか言わないですよね。言わないですね、まあ、チーム全体の雰囲気っていうか、そうですよね。で一回あれですよ、あの何の試合か忘れちゃったけど、チャーティップ選手があのバイタルいいところで倒されて、で、あ、これ福森選手かなと思ってたら、チャーティップ選手がなんか蹴りたいって言ってるっぽいことがあって、ありました。だからこれもう自由なんだなっていうか、自分たちで決めていいんだなと思って、ね、はい、マジで進藤選手ボールセットしたら札
ポルドルめっちゃ湧くと思う。すごい湧くと思う。いやだって今までも湧いてはいますよね。湧いてはいましたね。湧いてはあれって聞こえるんですか、なんとなくこう。なんか昔あったのはセットした時になんかちょっとうわなんかクスクス笑って頼むぜ頼むぜ雰囲気と思ってわー言っちゃったんですけど、いやそれ覚えてますわ。みんな黙ってこう見てられないというか、しんどいたしんどいたなっていうのがちょっとざわざわっぽい感じの、なんかその時も多分3対0ぐらい勝ってる時だったんで行きやすかったんですけど、緊迫してる試合だとそうですよね。だからなかなか周りの空気からまず作っていかなきゃダメですね。サポーターもね。だからお願いします。いやこれいける。笑うなよ、頑張ってるんだから。進藤頑張ってないから笑うなよ。進藤選手ってよくそのチーム内でちょっといじられキャラとかっているじゃないですか。はい、サポーターからもいじられてるみたいなことなんですかね、それってね。そうじゃないですか。いじられキャラ、いじられキャラっていう実感が。いじられキャラというか、まあでもそっち系ですね。そっち系ですか、ね。確実に。なんかそういうサポーターの方々のパーティーとかこの時期多いじゃないですか、行くとやっぱすごい話しかけてくる、あの自分のなんか親戚みたいな感じで、逆に僕もなんかこうねサポーターという選手と関係ですけど普通にあの慣れ慣れしく喋ったり僕からもするんで、もうそれは逆にいい関係なんじゃないですかね。だからまああのサイレントトリートメントとかも含めてやっぱああいうキャラクターだっていう認識はされてで、それで間違いないと思います。あれはあれなんですか、ありがたいというか美味しいぞっていう感じが、サイレントトリートメント美味しいですね。美味しい、あやるならやるでやってくれればそれは美味しいです。そうですね、まあ、ヘイス選手が来ちゃったんですね。ヘイスが来ちゃった、いいやつは来るんですそういうの関係忘れちゃう、忘れちゃう、嬉しいから行っちゃったんでしょ、うん、あれもね。そうだね、ヘイス選手が行ってで兵藤選手も割と早めに行ったんですよね。そうですね、僕がちょっと振って避けたの、うん、そう避けてんだ今そうじゃない、今はそうじゃないって、うん。女流棋士の渡辺真奈です。あ、すごい。え、これこういう風に似顔絵描いてもらうの初めてですね。ジェイ選手は何の子ですか。馬と結構角度をつけたそのシュートがガーンと飛んでくるイメージが、はい、ありますので、